ジェームス・ハミルトン・バラは幕末から明治初期にかけて来日したアメリカ・オランダ外閣派協会派遣のアメリカ人宣教師。日本で最初にできたプロテスタント協会の牧師。明治期のプロテスタント協会に大きな影響を与えた。当時はバラン、バラとも表記された。1832年9月6日にアメリカ合衆国ニューヨーク州デラウェア軍ホバートの 農家に、ごうなんごの次男として生まれる。父親のジョン・ハミルトン・バラと、母アン・ピレビダンシーカ・クレイギは、もともと合同改革長老派であったが、オランダ改革派に移った。母親のアムは若い頃インド選挙に行くように、誘われたことがあった。1838年父ジョンが、保証人となり農地を失う。ダベンポートに転居して、父の農作業の手伝いをする。 1844年ニューヨーク市に移る。1846年ロックランド軍、ウェストヘンプステッドへ移る。1852年、ラトガーズ大学のグラマースクールに入学。1853年オランダ改革派の運営するラトガーズ大学に入学。1857年、ラトガーズ大学卒業。隣接しているニューブランズウィック進学校入学。 新学生時代に SR ブラウンの日本選挙の宣伝を聞いて、感銘を受けて日本選挙を決意する。1859年11月、SR ブラウン選挙士と DB シモンズ選挙士が横浜に上陸。1860年秋ニューブランズウィック新学校を卒業。1860年ぐれ、改革協会の日本派遣選挙士 DB シモンズが 宣教師を辞任。最初バラは中国へ派遣される予定であったが、シモンズの辞任により、日本にオランダ改革派の宣教師として派遣されることになる。1861年5月15日、マーガレットテイトキニに後結婚。1861年6月1日、ニューヨーク港から日本に向け出港。百六十一年十一月七日、上海から乗った小型ホーブ アイダロジャース号が熊野灘で台風に遭い、遭難寸前となる。バラフサイラが住んだ神奈川の上仏寺1861年11月11日、神奈川に到着。日本では J.C. ヘボン、S.R. ブラウン、J. ゴーブルが住んでいた上仏寺に住んだ。1862年バラフサイ、幕府に紹介された新旧市の矢野源流を教師として日本語の勉強を、 始める。ゴーブル一家居留地110番に移転。ゴーブルの下で使用人をしていたセンタローを引き取る。1862年6月26日長女、キャリー・エリザベス・バラ誕生。1863年5月18日、ディビット・タムソン宣教師が来日し、成仏寺に入居。1863年当時の横浜は、尊皇上運動で危険であったため、 ブラウン一家及びタムソン宣教師と共に横浜居留地に転居。転居直後に矢野の助けでヨハネ伝の翻訳を始める。矢野は死の1ヶ月前の1865年11月5日にバラから病床洗礼を受けた。矢野は日本で最初に洗礼を受けたプロテスタントの信徒とされる。1863年9月へボンプジン居留地39番で 英学塾を開く。これがヘボン塾の始まりとなる。1864年1月幕府より、居留地167番の土地が、SR ブラウンと JH バラに、外人礼拝所建築敷地としてカフされる。1864年5月23日次女アンナヘップバーンバラ誕生。1865年12月5日、矢野源流死去。 1866年3月夫人のマーガレット、体調を崩し二人の娘とセンタロウを伴って帰国。1866年10月長男ジェイムズ・カーティス・バラ、バージニアで誕生。1866年には、ヘボン、ブラウン、タムソンラと共に、横浜英学書で英語を教え始める。高橋コレキらラへ、ボン塾の生徒を引き受けた。また、 ヘボンのセリ所で日本人のための礼拝を開始する。1867年10月山手48番に自宅用の土地を購入。米国長老協会所属宣教師で弟の JC バラ1868年5月、横浜英学所の生徒であった阿わず孔明と鈴木寛一に洗礼を授ける。1868年12月ゴーブルの監督により、 居留地百167番に小街道が完成。これが日本最初のプロテスタント街道となる。バラ、一時帰国。1869年4月ゴーブルの監督により、山手48番にバラ邸が完成。1870年11月25日バラ一家、再来日。1871年4月居留地百167番の小街道で伝道を始め。 英語塾を始める。1871年11月28日から12月5日小街道と、j h バラ邸の建築と管理の費用をめぐり、ゴーブルと領事裁判。バラが敗訴。1871年12月、高島カエモに依頼されて、高島学校の教師となる。1871年12月13日ゴーブル、岩倉施設団の船に同船して帰国。 横浜海岸協会の創設者で、カリボクシ JH バラ1872年3月10日に、押川正義ら九人が洗礼を受ける。小川義水を長老とする、日本最初のプロテスタント協会の日本、キリスト公会が創立され、バラはカリボクシに就任する。当時、健康を害していたバラに、SR ブラウンが協力して協会は大きく、成長していった。 バラとブラウンは教派によらない無教派主義を標榜した。また、植村正久ら日本人神徒を指導し、バラの祈りと伝道の高潔な理念は、日本キリスト教会に絶大な影響を与え、横浜バンドの骨格の形成に大きな貢献をした。1872年6月実定のジョン・クレーグ・バラ来日、高島学校の教師を引き継ぐ。 1872年9月20日より5日間、ヘボンのセリオで第1回在日宣教師会議が開催された。この会議で、バラたちは日本の教会設立にあたり別々の教派を作らず、組織の名称も一つにしようと申し合わせた。1873年8月、エドワード・オーレン・クラークとともに富士登山を行う。 1873年秋 SR ブラウンが山手211番の自宅でブラウン塾を開く。バラ塾の生徒もこれに加わり、この集まりが横浜バンドと呼ばれるようになる。1875年にバラは秘書のために訪れた箱根で伝道集会を開い、数名の洗礼を授ける。また、伊藤東,東吉と共に三島に行伝道をする。 1875年7月10日、横浜公会の教会堂を建立し、剣道式を行う。1876年ヘボン、居留地39番の施領所を閉鎖し山手に転居。ヘボン塾は、ジョン・クレーグ・バラが引き継ぎバラ学校となる。1878年に本陣牧師、稲垣真が横浜海岸教会の牧師に就任し、バラは仮牧師を辞任し、 神奈川、東京、伊豆から長野まで電動活動を行う。また、1879年には岡崎、上須は、名古屋、高知などに電動旅行に行く。上田では、稲垣慎、長野では、木村熊路、松本では、杉本栄太郎、飯田では、内山清盛、諏訪では、西山智義、三島市では、三浦徹、御殿場市では、 そのべうしのスケらによって教会が形成され、日本の教会の土台を作った。また、横浜開校後に生まれた西洋人と日本人の根血人が差別されるのに心を痛め、アメリカのプロテスタント関係者に支援を要請して、3人の女性選教師を教育者として招くことに成功した。彼女たちによって作られた女子寄宿学校が現在の横浜共立学園中学校、 高等学校である1880年バラ学校、東京に移り、築地大学校となる。1883年4月の大阪宣教師会議で、宣教師としての我らの働きにおける精霊の力の必要と約束という説教をする。1906年には日本での伝道活動が認められ、ラトガース大学より名誉進学博士を受けた。 1909年、マーガレット夫人が横浜で死去。晩年の JH バラ1911年11月11日には、横浜海岸協会でバラの来庁50周年祝会が開催された。エドワード・ローゼー・ミラーが死式をし、熊野優奈と小川義水が祈祷し、伊藤藤吉が詩編朗読をし、伊深カ・之ジスケや本田洋一が祝辞を述べた。 1919年6月ラ本国へ帰国。1920年1月29日ラ米国バージニア州リッチモンド州ケナバーグで死去。新婚の頃20代のマーガレットニ人の妻、マーガレット・ジェームスに同伴した、妻マーガレットは20歳での来日であり、日本での最初の5年の滞在中の書館集を、 グリンプセイズ・オブ・オールド・ジャパン1861-1866と題して出版しており、当時の若い女性、宣教師の日本に対する考えを知る上で貴重な資料となっている。マーガレットは来日前に中国に短期滞在しており、貧困と女性への虐待とも取れる風習が蔓延していた中国と比べ、日本での女性の自由と 女性天皇を生み出した日本の歴史的な女性の地位の高さに感嘆している。夫妻は当時の他の多くの宣教師が滞在した神奈川の成仏寺でジェームス・カーティス・ヘボンの家に曲がりをし、1862年には長女キャリーが生まれている。1863年に外国人を浪人から防護する目的で幕府の命により横浜の外国人居留地に 強制移住させられている。マーガレットは1866年に一度米国に帰国しており、この時はセンタロウを同伴している。夫妻には後にさらに二人の娘と一人の息子が生まれている。マーガレットは生涯横浜に在住し、1909年に没死横浜外国人墓地に埋葬された。ありがとうございます。